ベースを弾くグレアム・グールドマングレアム・キース・グールドマンはイギリスのミュージシャン、ソングライター、ベーシスト。1960年代はバスストップなどの作曲家として70年代から現在までロックバンド 10cc の最も長く在籍しているメンバーとして知られる英国ランカシャーのブロートン出身。東欧から移民したユダヤ人一家に生まれる。1960年代には 他のバンドに数々の楽曲を提供し、ヤードバーズのホーユアラブ、ホリーズのバス・ストップは特に有名である。他にハーマンズ・ハーミッツ、ウェイン・フォンタナ、ジェフ・ベック、セント・ルイス・ユニオンなどにも楽曲を提供している。日本では名前をグラハム・フールドマンと記述されることがあるが、グラハムの英語圏での発音に忠実な日本語表記はグレアムである。 1964年ザ・ワール・ウィーンズでレコードデビュー。その後ザ・マキング・バーズ、ハイ・ソサエティ、マンチェスター・モブなどを経て1968年にザ・マインド・ベンダース加入。ほどなく解散するが、そこで出会ったエリック・スチュワートと意気投合。エリックが立ち上げたストロベリー・スタジオの共同出資者となり、やがて旧知のケビン・オドレー、ロル・クレームを誘い、ハウスバンドとなる。 これが発展し、1972年に 10CC としてデビューする。グループでは主にベースとボーカルを担当した。最大のヒット曲、I'm Not in Love の共作者でもある。1972年から1983年まで 10CC。解散後1985年からアンドリュー・ゴールドと組んでコモンナレッジ。ワックスは年の CC 再結成に伴い自然消滅。1995年のツアー終了後にエリックが離脱すると、1997年からは、リック・フェンとゴールドマンフェン・オブ・ジュー・シー・シー名義でライブ活動を開始。2002年には、グラハム・ゴールドマンフレンズ名義でジュー・シー・シー30周年ツアーを実施。現在のような5人編成となり、2005年7月には、 10cc グラハムゴールドマンフレンズとして来日公演した。その後は 10cc 名義となりメンバーを変えつつ現在までライブ活動を続けている。2006年7月にはケビン・ゴドレーと一緒に作曲、レコーディングした新曲4曲をダウンロード販売で発表している。ありがとうございます。